を読むのは時間かかるけど、見るのは時間かかんない瞬間です。ね、でもですね、その見たことを伝えるにはやっぱり言葉が必要なんですね。表現しなきゃいけない。だから先週は、素材と手を使ってやりました。今日は、見ること、目と、それから言葉を使って伝えるという勉強をしたいと思います。学芸員って何やるのかなっていうところなんですけど、要するにみんなで楽しく作品を一緒に見て楽しんで、その後キャプションっていう本当の学芸員さんがいつもやってるお仕事で、パネルにこの作品はこういう作品ですよってね、こういうのを書いてるのがね、学芸員さんの美術館のお仕事なんですけれども、それを本当にやってもらいます。で、子どもの学芸員の皆さんが作る盲学子ども美術館っていう展示にそのキャプションを実際に飾ります。ここがなんか、クオリティが高く見える、ここのところがね、素敵な色だもんね。まあ、ここからぐるーっと、ね、迷うっていうのはね、大丈夫です。迷ってる時間っていうのはね、考えてるんですよ。それで、ここからくるってこうやってなって、そこから人から見る。なるほど、なるほど。はい、じゃあね、シール貼ってくれた人、貼ってくれた人、うん、気に入った。ね、どうだった？目がついてるのが可愛かった。目がついてるのがね、可愛かった。目が、うん、目がついてる。目がついてるの？どこについてるの？目がついてるの。あ、どっちがさ。あ、本当だ本当だ。分かんなかった。ね、うん。なんかね、監視カメラみたいな感じ。監視カメラ。なるほど。目がついてるの、監視カメラみたいで面白いね。折り紙を切って、そこから光って、バラスタイルで早形つむり、紫陽花がきれいにできていて、雨の後のように光っていて、周りの色も優しい感じがしました。額を作っていて、きれいに紙が折れないようにしているところがすごいと思いました。素敵なキャプションができましたね。喋ろうかなって思ったのが見つかったら、どんなところが素敵だったか言いたいことをね、書いてもいいし書かなくてもいいです。直接お話ししてもらってもいいですよ。このコーカサスカブトはどんな感じがしましたか？強そうに見えました。はい、ありがとうございました。作品名を教えてください。綺麗な虹です。綺麗な虹。この作品はどんな感じですか？スポンジで虹を照然しているところや、蝶たちがとても楽しそうで、お花も可愛いし、蝶も可愛かったです。あ、なるほど。すごく詳しく言ってくれてありがとうございました。なるほど。作品のこと説明してもらえますか？海の花の中に花のようなレースがあって素敵だと思ったし、ヒレや海藻がひらひらしていて綺麗で素敵でした。なるほど。あ、素敵な感想でした。海の中に、ね、花のようなレースがあってよく見てます。
ています。レースにはレースに入っているお花の模様が綺麗ですね。周りがフリフリしていて中心がモダンという工夫がされているところは長が見どころです。はい、とても素敵な解説をありがとうございました。立派に解説をしてくださいました。そして脚本もね、とてもこだわって作っていて、皆さん後でぜひ見てください。手書きとあと模様など入れたりしてね、素敵に作られているんですよ。この3人の学芸員さんが気に入った作品についてお話を聞かせてくれますので、皆さん少しの間お楽しみください。この展覧会について教えてください。この展覧会は全部子どもの作品が展示されています。じゃあ作品の感想を教えてください。はい、はい、ありがとうございます。いろんな材料を使ってね、カラフルに表現して、素敵ですね。はい、ありがとうございます。今年の九州の名月がとても綺麗で感動しました。その気持ちを表しました。なるほど、感動があってこうね、表現につながったっていうことですね。例えばどんなものを使って表現しましたか？紙粘土やボールやストローと絵の具で。ああ、なるほど。あ、素敵ですね。猫のダンスパーティーっていうね、作品ですね。これも一緒に感想をね、読んでみたいと思います。猫がついてるのが好きです。はい、実はね、猫ちゃんがね、ついてるんだよね。とっても上手に言ってくれました。ありがとうございました。今日は子ども学芸員たちの初めてのギャラリートークをお聞きくださってありがとうございました。子ども学芸員の皆さん、緊張しながらもね、頑張りました。門下のまた新しい文化の歴史がね、今日始まりました。これからもよろしくお願いします。学芸員の皆さん、お疲れ様でした。